山口智充さんといえば多種多様なモノマネで人気を集めたお笑いタレントさんですね。人気番組の MC を務めるなど、マルチな才能の山口智充さんですが、そういえば最近テレビで見かけなくなったと思っている方も多いのではないでしょうか。かつてはテレビで見ない日はほとんどなかった山口智充さん。様々な憶測が飛び交っていますが、干されてしまったとも言われています。山口さんを一時期見かけなくなった原因に一体何があったのでしょうか。調べましたので紹介します。山口智充さんのプロフィール。本名、山口智充。生年月日、1969年3月14日。出身地、大阪府四条畷市。最終学歴、四条畷北高校。血液型、O 型。所属事務所、吉本興業。経歴、山口さんはグッサンの愛称で親しまれていて、芸人になる前は意外にもミュージシャンを目指していました。芸能界に入る前は松屋電機で2年半ほど営業マンとして勤務しています。成績は優秀で優良社員賞を受賞したこともあるそうです。芸能界デビューは1994年で、平畑啓二さんとコンビを組み、どんどこどんを結成。同期のロンドンブーツ1号2号とともに人気を博しました。しかし2007年にはどんどこどんとしての活動は休止しています。個人で活躍しているイメージが強く、現在はどんどこどんでの活動を知らないという人も多いようです。どんどこどんはなぜ活動休止に？当時2人の不仲が原因で活動休止になったとの噂もありました。山口さん一人だけが人気急上昇した時期には、相方を簡単に切り捨てたなどと言われたこともありました。また、山口さんに3人目の子供が生まれた時、生活のため、家族のため、食うためにどんな仕事でもやるという意欲を示していた山口さんと、独身の平畑さんの間に溝が生まれたとも言われています。活動休止の正確な理由は明らかになっていませんが、様々な要因が重なってのことなのでしょう。コンビで価値観を長く共有するのは本当に難しいことのようですね。ツッコミ担当、平畑啓二さんの現在は？山口さんのキャラが濃すぎたためか、あまり目立たない存在だった平畑さん。当時はあえて控えめな芸風にしていたという説もあります。個人で活動するようになり、すっかり消えてしまったと思われていた平畑さんですが、実は静岡で大ブレイクしています。静岡県の人気ローカル番組、草でかにレギュラー出演し人気になります。草でかは静岡の美味しいものを紹介するグルメ番組で、1999年から毎週土曜日の夕方30分間放送されています。言ってみればサザエさんのような存在の番組で、静岡では平畑さんを知らない人はいないと言われるほど人気を誇っている番組なのだそうです。かつては山口さんも草でかに出演していましたが、個人で人気が出始めた2001年頃から出演回数が減り、2003年に降板しています。平畑さんは現在サッカー解説の仕事もしています。サッカーに対する熱意はとても熱く、圧倒的な知識量でサポーターからの支持も絶大です。サッカー愛が強すぎて本まで出版しているほどです。かつてはじゃない方芸人と言われていた平畑さんですが、現在は静岡などで大活躍しているとのことで安心しました。リンカーン降板が噂のきっかけ？山口さんが干されたと噂されるようになったのは、ダウンタウンの人気番組リンカーンのレギュラー出演を2009年に突如降板したあたりからです。普通なら、レギュラー番組を降板するときは、共演者から盛大に送り出されてもいいはずですよね。しかし、誰も山口さんの降板について触れなかったため、当時かなりの違和感がありました。そのため、世間ではダウンタウンに嫌われた、などの噂が飛び交いました。結局、降板の真相はわからないまま現在に至っています。ですが、2020年に放送されたフジテレビの人気番組、
ダウンタウンナウで約10年ぶりにダウンタウンと共演し、不仲説をきっぱり否定したのです。ダウンタウンナウは居酒屋などをはしごし、お酒を飲みながら本音でトークする番組だったため、本当にダウンタウンと確執があれば、このようなトーク番組に出ることはありえないでしょう。ではなぜリンカーンを降板したのでしょうか。降板の理由として挙げられるのがスケジュール調整です。山口さんは毎週土曜日の朝8時から9時55分まで放送されていた虹色寺院のメイン MC を担当していたことは記憶に新しいですね。リンカーンの収録は土曜日に行われることが多く、虹色寺院は生放送のため移動なども含め両立が難しかったのではとも言われています。確かにたくさんのレギュラー番組を抱えていた時期ですから、体力的にもかなりきつかったに違いありません。経費削減でリストラ？山口さんはリンカーンの制作における経費削減のためリストラされたのではという噂もあります。仕事に対して貪欲な山口さんがハードスケジュールを理由に降板するというのは少し違和感があります。子供のためにどんな仕事も頑張ると語っていたのでなおさらです。ですので山口さんの都合というより番組制作者側の都合で降板になったという方がまだ納得できます。不景気のため昔のように制作費にお金がかけられないというのはどの番組も同じことです。実際に過去の放送でも9人のギャラがあまりに高額なため制作費が底をついてしまったといった冗談交じりの発言がありました。これは案外本当の話だったのかもしれませんね。キャラクターが原因でテレビから干された？リンカーン降板から少しずつテレビ出演が減っていった山口さんに一体何があったのでしょうか。理由として現在のバラエティ番組の単調さが考えられます。山口さんは3人の子供の父親であり、家族思いの誠実なお笑いタレントというイメージです。特に最近では MC やタレントとしてのイメージが強く、おちゃらけたキャラを徐々に封印していったようにも思います。現在のバラエティはいわゆるひな壇のトーク番組が主流で、いじられキャラでない山口さんには不向きとも言えます。そのため徐々にバラエティ番組では求められなくなり、テレビに出る機会が減っていったのではないでしょうか。何でもこなせる芸達者さんだけに残念すぎますね。現在は12年続いたフジテレビ系の人気番組虹色寺院も2020年3月に終了してしまいました。メイン MC を務めていただけに、ぐっさん大丈夫かなと思った方も多いのではないでしょうか。実際虹色寺院の終了でほとんどテレビで見かけなくなってしまいましたね。現在はどうしているのでしょうか。山口さんは2003年に放送開始した名古屋の長寿番組ぐっさんちで活躍中です。ぐっさんちはぐっさんこと山口さんが東海3県を散策するバラエティ番組です。土曜日の18時30分からという家で過ごす確率が少ない時間帯ながら、2桁の視聴率を頻繁に叩き出しています。最近のインタビュー記事では、やりたいことやってますと話す山口さん、自分が本当にやりたいことに徐々にシフトしていっているようですね。10年ぶりにダウンタウンと共演したダウンタウンナウでも、芸人としてのこだわりが強すぎるゆえの苦悩も垣間見れました。現在は山口さんの実力を発揮できる場所が少ないかもしれませんが、時代の変化とともにまた必要とされる時が来るはずです。気難しい性格のため消えた、干されたなどと言われようが、これからも信念を貫いていってほしいですね。あなたはどう思いましたでしょうか。これからも信念を貫いて頑張ってほしいと思った方は高評価お願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。